長かった。全然マッチングしなかった。ホワイトサンドイッチ精神病院。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重。プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。やっとマッチングしたー。ホワイトサンドイッチ精神病院。サンドイッチじゃないです、ホワイトサンドです。ということで、はい、やっていきましょう。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。はい、ね、新しいマップが来たということで、まあ、アイデンティティ5ですね。第5人格じゃなくてアイデンティティ5の方にね、新しいマップが来たということで、ちょっとランクマッチやね、ランダムマッチですね、探してたらね、全然来ないの。はい、かれこれ5、6回以上はもうすでにやってますね。はい、全然マッチングしませんでした、このマップ。いや長かった、いや長かった、いや本当に長かった。 OK、 一応今回僕は脳幹視使っているので、そうですね、あと一人の顔も覚えておきたいところですが、これどういう感じなんですかね。おお、マップ面白いね、このシステム。これ全マップで作ってくんねえか。こういう感じでできるところをマップで作ってくんねえか。さて、なんか縦長だって聞いたので、なかなか芸者とかリッパーとか強そうですねと思ってるんですけども、まああれですよね、公式さんもあっちの方が強いですって、ハンターの方が超有利ですって言ってるんで、うん、まあそこら辺はなんでハンターにしなかったんだろうかとも思ったりするんですけども。解読するか、一緒に解読しないで、珍しいチャット持ってんな。空軍と弁護士さんがやられちまったか。OK、 置いておきましょう。これでどっちがやられるかな。いや、まあ弁護士助けた方が安定してるかなと思うんですが、弁護士助けるか。身代わり人形脳幹中、身代わり人形脳幹中。 OK、 これで弁護士が狙われてましたね。よかったよかった。これで弁護士さんが釣られた場合は私が助けたことになるので、まあいいでしょう。暗号解読進めます。で、縦長のマップだから、なんて言うんでしょうね、バルクも強いんじゃないかなとも思ったりします。今回はあれ復讐者さんですね、レオさんです。弁護士よ、おかえり。あ、そっか、これ最初救助できないんだ。今回の復讐者さんは、あれつけてるんですね。指名手配つけてるのはちょっとめんどくさいかなとも思うんですが、確かに信用ちょっとなってるけど、回復するか、弁護士さんよ。弁護士さんには解読をお任せしたいので、空軍さんが近くにいたのか。っていうか、まあ空軍さん指名手配ついてたから仕方がないっちゃ仕方がないのかな。で、多分この流れだと僕が助けに行った方がいいのかな。冒険家はどちらかというと解読をポンポン進めても良さげなキャラクターでもありますし、冒険家が指名手配ついたら僕が助けに行くしかないですね。で、ゼロ救助はちょっとあれだと思うんで、なんで弁護士が来てるんだ。弁護士さん、あなたは解読に集中しといてほしかったんですが、弁護士さんに任せるか。解読して、解読して。冒険家はついてるからバレバレなんだよな。どこにいるんだろうな。 OK、 ここついた。加速効果もいった。弁護士さんが、多分黒レオ出されてるのかな、溶岩魔人出されたと思うのですが、どうかな、これ助ける。あ、オッケー、逃げて。申し訳ないけど、私今回あれついてないから、危機一発。今回危機一発ついてないからごめんね、そこのとこよろしく。あ、こんなところにハッチあるの。なんで通路なんだね。ちょっと弁護士さん申し訳ないけど、もう助けに行けねえわ。で、冒険家は多分解読してくれてると思うんですが、いかがなものかね。私はちょっと助けてほしいのですが、すいません、助けてほしいです。冒険家さーん、これは、あ、ちょっと待って、それ勘弁して、パペットゥーが来るよー。ちょっと、ここなんか強そうじゃない。パペットゥー、
パペットゥ、パペットゥが強い。パペットゥがすっごい強い。パペットゥ、パペットゥ、パペットゥ、パペットゥ。ちょっと待って、こっちだ。ああ、パペットゥ、パペットゥが強い。手を貸して早く手を貸せません。もーん、これあれだね、空軍と冒険が縛られてるから私だけ逃げようと思えば逃げれる。投降するの、投降するの、ごめん、僕あのハッチの場所知ってるんだけど、もういいや、お疲れ様です。ごめん、次反対やってみますわ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。